8月15日の午後12時半くらいのこと。天気がいい、陽気になりそうなほど眩しい日差しの中、住むこともないから君と食べていたってもまあ、ナスは嫌いかな。猫を撫でながら君は不全でしくすぐやいた。ああ、逃げ出した猫の後を追いかけて飛び込んでしまったのは神が私動き、バッと通ったドラッグが君を引きずって泣き叫ぶ。血しぶきの色、君の香りと混ざり合って見せかえた。嘘みたいな影の元祖じゃないぞって笑ってる。ナスの水色が気回すような耳の目に全て不安だ。探した時計の針が鳴り響くベッドで、今は何時？8月14日の午前12時過ぎくらいを指す。やけにうるさいセミの声を覚えていたってもさ、少し不思議だな。同じ公園で昨日見た夢を思い出した。もう今日は帰ろうか。道に抜けた時は周りの人はみんな上を見上げ口を開けていた。落下してきた青春が君を貫いて突き刺さる。スーザク姫色風鈴の音が君の隙間でから守り、わざとなしい影の裏夢じゃないぞって笑ってる。暗闇視界に君の横顔笑っているような気がした。何度世界が眩んでも影の顔が笑って奪い去る。繰り返した何十年もとっくに気が過ぎていたろ。こんなよくある話なら消すマックスはきっと一つだけ。繰り返した夏の日の向こう、わっと押しのけ飛び込んだ瞬間トラックに打ち当たる。血しぶきの色、君の瞳のきしむ体に丸まり出して、暗い気な影の海様に乗って笑ったら、実によくある夏の日のこと。そんな何かがここで終わった。目を覚ました8月14日のベッドの上、少女はただまたダメだったよと一人猫を抱きかかえてた。